今からご覧いただく映像は沸騰水型原子炉の設計基準事項を超えるような、いわゆるシビアアクシデントを想定し視覚的に説明したものです。この例では20数時間に及ぶ事故の経過をおよそ5分の映像にまとめています。それではマーク1型格納容器を例に、原子炉圧力容器につながる大きな配管が破断し、大量の放射性物質が環境に放出される様子をご覧いただきます。これは事故発生後に制御棒が完全に炉心に挿入されたことにより原子炉が停止し、その後炉心を冷却するための全ての注水に失敗するケースです。配管破断事故が発生すると冷却剤が流出し、原子炉圧力容器内の水位が低下します。制御棒は挿入されますが、注水に失敗するため炉心が露出します。炉心が露出すると燃料の冷却ができないため、残留熱により燃料温度が上昇します。そして最も温度が高くなる炉心中央部の燃料が溶融します。溶融した燃料はやがて原子炉圧力容器下部に到達します。解析により事故発生からおよそ1時間でこの状態になると予測されます。原子炉圧力容器は厚さおよそ12から15センチの鋼鉄製ですが、溶融した燃料は非常に高温であるため、ついには原子炉圧力容器を貫通します。解析により事故発生からおよそ3時間でこの状態になると予測されます。貫通した溶融燃料は原子炉圧力容器を支えるペデスタルの中間床面に落下します。そしてコンクリートの床を侵食しながらガスを放出し、格納容器の温度及び圧力を上昇させます。マーク1型格納容器ではその後溶融燃料がコンクリートで形成されたペデスタルの中間床面を貫通し、さらにその下部にあるコンクリート床面上に落下します。ペデスタル下部のコンクリート床面に落下した溶融燃料によりガスが発生します。このガスが格納容器内に充満して温度及び圧力が徐々に高くなります。そして圧力が格納容器の限界を超えた時に、格納容器のフランジ部から原子炉建屋内に大量の漏洩が起こると想定し、防災策を講じます。漏洩したガスには気ガスやヨウ素などの放射性物質が含まれており、原子炉建屋を経由して排気筒から環境に放出されます。今回は防災用事故シナリオ理解のために、配管破断に起因する最悪の事例をご覧いただきました。万一こうした事態に至った場合でも、住民の方々に安全安心していただけるように、日頃から防災担当者への訓練を通して原子力災害時の対応能力の習熟に努めております。